国道377号は、徳島県鳴門市から香川県観音寺市に至る一般国道である。鳴門市から東香川市白鳥までは海沿いを通る国道11号と同一の経路をたどっているが、白鳥で国道11号と分かれてからは、香川県の内陸部を経由して観音寺市までを結んでいる路線である。2012年の原井川トンネル開通以降、 センターラインのない狭い区間は、東香川市、入りの山から5名に至る区間と5名、原井川の一部、佐抜下川の一部、綾川町蘇木所東の一部にあるのみです。それ以外の区間は、おおむねに車線が確保され、走りやすくなっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。道路福音が強症で大雨などの際に、 通行規制が多い区間を解消するため、改良事業が実施されている。5名トンネルトンネル橋梁道の駅国道377号、国道377号交差点、県座標識の間が、徳島県内の単独区間23メートルとされる。起点方向からの193号合流地点はや、インターネット地図の一部で、三木町内となっているものもあるが、 平成22年徳島県道路現況調書によると、徳島県内の実延長が 0.023km となっていることや、昇格前の県道の路線名、実際の県境看板の様子などから、23m のみ単独区間が徳島県三馬市を通過しているとして取り扱う。ありがとうございます。